え、まつりさ、全然話変わんだけどさ、生まれ変わったら男になりたいの。理由はね、ちゃんとあるんだよ。男ってさ、チンコ出したらおもろいじゃん。分かってもらえてないな、なんか。違う違う。え、だってさ、酔っ払いました。例えばね、酔っ払いましたね。同性ばっかりいるところね。チンコ出してみ？もう大爆笑でしょ、絶対。男の人ってみんなあんな感じじゃないの？まあおもろくはあるけど、ほらほらほら、おもろいんだよ、やっぱ。だって女の人がさ、おっぱい出してもさ、おもろくはないじゃん、絶対。いや、おもろいかな。ちょっと考えてるけど今、多分貧乳が出したらそんなおもんないんだけど、巨乳とかそういうことをやんない人が出したらめっちゃおもろいかもしれん。じゃあ女でもいいってこと？いやでも条件がついちゃうんだよな。男だったら普通に出しておもろいもんね。そこで条件がつく時点で男のチンコには勝てないってことか。大きさにもよると思うよ。え、大きさでおもろいおもろくない決まんの？女だけじゃないってこと？男も大きさでおもろいかおもろないか決まるの？男女ともにでかい方がおもろいってことか。逆にちっちゃい方がおもろい。うわー、それは賛否両論ってこと？まあでもどっちもおもろいやな、男の人。